解放領事は、青森県西津軽郡深浦町出身で、八角部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、熊谷領事、愛称は熊。現役時は、身長177センチメートル、体重125キログラム、血液型は、大型、趣味は、スポーツ観戦。特異種は、左四つ、下手投げ。左を刺して食いついての芸が持ち味で、 小兵ならではの動きの良さが心情であった。最高位は西小結。なお海宝の仕込めは父が所有する漁船、海宝丸に由来する。漁師の長男に生まれる。小学校3年の時に全校生徒が出る祭りの相撲大会に出場したことをきっかけに相撲を始め、日本大学でも活躍した。卒業後は日大時代兄のように慕っていた邸内が在籍する。 八角部屋に入門。1996年1月場所にて幕下付け出でで初土俵を踏む。初土俵の同期には、後の関脇、土地の名だ、前頭、市、十両、柳川らがいる。以来、順調に出世し、1997年5月場所で新十両昇進。その1年後の1998年5月場所で新入幕を果たした。 東前頭4枚目の地位で迎えた2001年9月場所では横綱、武蔵丸を破って初金星を獲得し10勝5敗と幕内で自身初の2桁勝利を記録して初の3勝である技能賞を受賞。この好成績により翌11月場所では新三役となる小結びに昇進した。しかし5勝10敗と大敗し三役経験は この一場所のみに終わっている。2003年1月場所、その場所で優勝した大関、朝昌流に唯一勝つ白星。2005年3月場所、11勝を挙げ2度目の技能賞2005年7月場所14日目に右足を大怪我し、翌9月場所を全休。11月場所では十両に陥落し、以後は十両での土俵が続いたが、2007年5月場所、 では東十両5枚目で9勝6敗と勝ち越し、翌7月場所では約2年振りの幕内復帰を果たした。さらに9月場所で10勝5敗と活躍し、関東省の候補にも上がったが、先行から漏れた。2008年3月場所では、東全島14枚目で4勝11敗と大きく、負け越し、5月場所では十両に、再び陥落。 この場所では東十両5枚目まで番付を落とし、6勝9敗と負け越した。2010年3月場所では東十両8枚目で4勝11敗と十両注意で大きく負け越した。先週落の時点では幕下陥落が懸念されており、本人も引退を示唆したが、場所後の番付編成会議で十両昇進力士が3人と発表され、辛くも十両に残留した。 そして翌2010年5月場所の番付は、後がない西十両14枚目であったが、早々10日目に負け越しが決定。その後も千秋楽まで出場したものの、結局3勝12敗と大敗。幕下陥落が避けられない状況となったが、同場所の千秋楽終了直後、自身の身体については明言しなかった。幕下に陥落した7月場所は、 初日から休場していたが、8日目に引退が発表された。引退後は年寄り、谷川を襲名し、八角部屋付きの親方として、更新の指導に当たっていた。2011年の大相撲八王朝問題では、現役中に八王朝相撲に関与したことを、特別認定調査委員会に認められた。4月1日、相撲協会の発表により退職勧告を受けたが、 引退届提出期限の4月5日夕方に記者会見を開き、14年間の現役生活で一度たりとも八百朝相撲を取ったことはない。私は自分の信念を貫き通し退職届を提出しない。解雇されるかもしれないが、自らの気持ちに背いてまで退職勧告に従えないと述べて相撲界を去る意思がないことを涙ながらに発表した。師匠の八角親方は、 俺のことは気にせず、自分の思っていることをやりなさいと語っている。4月6日、韓国拒否により解雇処分となった。この処分に対し朝青龍の元マネージャー、市宮明宏氏が4月7日のブログ内で、頑張れ、解放席と記している。2016年1月現在は、東京メトロ丸の内線中野坂上駅近くで、カーツトレーニング専門ジムを経営、自らも、 インストラクターとして働いているほか、母校日本大学相撲部のコーチも務めている。また、医種格闘技の岩流島で2015年に格闘家デビューした。2020年からは、目黒日大高校相撲部監督も兼任。後輩の網日には、初期の頃は相性が良く発顔から6連勝していたが、2002年の11月場所で初めて負けると力関係が逆転しだし、 通算8勝6敗だった。ありがとうございます。